はい、こんにちは。ゆうたの生態です。本日は、タオルを使ったスマホ首に対するエクササイズを紹介していきますので、ぜひよろしくお願いします。では早速やっていきましょう。タオルの持ち方なんですけど、基本的に小指側だけで握っといてください。親指まで握ると、ぐっと腕に力が入って、胸の筋肉とか体が前のめりになる筋肉に力が入ってしまうので、小指だけで持つようにしましょう。ではやっていきます。タオルで背中をゴシゴシするように行ってください。右手は上、左手は下です。10回程度行いましょう。右手の肘をしっかりと曲げて上腕三頭筋を伸ばすことを意識してみてください。では次は反対側も背中をゴシゴシするようにしていきます。左手が上、右手が下です。この時にできるだけ背筋を伸ばしてもらい、姿勢がまっすぐなるように意識してみてください。次はタオルを後ろでパタパタする動作を行ってください。手の甲を上にして胸を張ります。この時はしっかりと背筋を伸ばして胸郭を広げるように意識して動かしてください。10回程度行ってください。次はタオルを首の後ろにかけて前に引っ張ります。スマホ首の状態では頸椎の生理的な前腕が消失している可能性がありますので、それを取り戻すためにタオルは手前に、首は後ろに意識してください。この時は顎を引くように意識してください。はい、今回はですね、スマホ首ストレートネックに対するタオルエクササイズを紹介しました。この方法を使用して、日頃からスマホ首ストレートネックなりかけてる人はちょっと注意して自分の体をメンテナンスしていってください。現代人はですね、やはりスマホの使いすぎで首が前に出ていって傾いている人が多いと言われています。このような状態だと頸椎の生理的な前腕が消失してしまい、本来あるべき形から逸脱してしまうというところになっています。そのあるべき形から逸脱してしまうことで、首の筋肉等に負担がかかって、痛みやいろいろな症状につながっている可能性がありますので、注意して体をメンテナンスしていきましょう。今回はスマホ首で悩む人たちに対して動画を作りました。この動画がいいと思ったらいいね、チャンネル登録をして応援よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。